最初からいくかな。最初からいって、シャーッとやってみたいや。はい、どうぞ。はい、はい。ちょっと言うてみるけん。はい、言うてみてください。えなげになっちゃいけんもんね。って言われた。思うかようにそろそう。いや、くまえスピーカーがある。街のところ問題そう。おお。あじゃりけ大法院にてそろ。だと。な。俺山伏の行と一派。天の昇格の教えを受け。若妙法の方針。各秘境通力を遠投す。上に大峰桂木さんの頂きに登り。数々の難行の功を積む。しかるところは関東園の馬賊と申すは、その先大和の国千原村の中鴨氏の床なり。3歳にして父に遅れ、7歳になりたぼうまで母の御恵みにて人となり。ああそうかね、はいはい。人の志あさからず活動修行年頃なり。あっとまあんまりちゃちゃ入れるなんて忘れるけ。はあ、終わりましたか。だまだまだここからがある。シャーッと止まりになったな。ちゃちゃ入れるけな、うん、頭の中が回転せんだ。もともと回転止まらない。てか、今日初めて言うことだけ全部喋ってみるけど、あいっぺんにダーンと行ってみたいや。ちょっと早送りで行こうかな。拍手がもらえるね、拍手がな。な、よっしゃ。はい、五色の音に従えて大峰桂木さんの頂に登り、富士の衣に身を隠し松の実りの命をつなぎ、金額下もうこと34年、一生不凡の日切りなり。なんとまあそれそれ。あるによってこの流れを組む者は形は馬賊にして、柱にごちの宝冠をいただき、12年の日だを据え、笛まんならの数かけに大蔵国色の袈裟をかけ、ローマの利権を横たえ、外には憤怒の草原図といえども、内にはニンニクの心を胸とす。あれば不動愛禅四天に遅れみなし、幸福の矛を構え、すべてこうした前に。これによって我写真の行を心にかけ、はいはい、那智山中の滝に一千日の懲りを通り、ああその後諸国修行にまかりで、筑紫に彦山、長戸に下山、それはそれ、大木に大仙、川に白山、四川に鵜殿山、越中に立山、権現、王城に比叡の御山、田子山、安東、東海道三都国、伊豆箱根領主の社へも参詣つかまつりつ。あんたが要素は修行しに去ったんだな。良きついでなれば、宇都の国那須野ヶ原にも一見せばやと存じそうろ。その那須野ヶ原には三国無双の養父、革命九毛九尾の阿子たちこもり、阿子たちがこもっただよ、往来を妨げ諸万民を害すと聞く。やれんの、まさしく阿子を退治し、豪商貴商も見届け、国家万民のため長福せばやと存じそうろということで、2ページ半くらいな。ありがとうございます。デビュー戦なのでちょっと緊張してますがな。余韻さんってことにな、余韻さん上から目線ですいませんでした。